っぷりチーズの絶品イタリアン、そして瀬戸内屈指の桜名所とは。わー、すごい海が見える。まるで海の上にいるような景色と本格創作料理が堪能できるトラットリア・ディ・ミラマーレ・フローカ・ラクレットをいただきます。おー、トロトロ、ね、美味しそう。ポテトとすごい合うし、トロトロ、美味しい。フルオカでは絶品スイーツも味わえるんですよ、ね、景色も綺麗ですごくいいですね。海もすごく綺麗なんですけど、これから桜もすごく見ごろなんですよ。この番組では1年間いろいろなスポットを紹介してきましたが、その中に春には桜の名所に様変わりするスペシャルスポットがあるんです。瀬戸内海随一の多頭美が望める筆影山龍王山は、およそ2000本の桜が咲き、多頭美と桜の絶景コラボレーションが楽しめます。湖畔に連なる桜並木が美しい白龍湖は、水面に映える満開の桜が楽しめます。また花火大会が開催され、夜桜を幻想的に彩ります。紅葉の名所である三月八幡宮は、しだれ桜の名所でもあるんです。三原沖に浮かぶ離島佐木島は、山一面に桜の木が1000本以上植えられていて、見事な桜のトンネルが楽しめます。そしてお花見にぜひ持っていきたいおすすめのおやつがあるんです。カカシアのクロワッサンドたい焼き、すごいサクサクだね。うん、抹茶が合うね、うん、おいしい。訪れるたびに様々な顔で出迎えてくれる三原、まだまだ魅力は尽きません。1年間番組をご覧いただきありがとうございました。